やっほー。こんにちは。眉毛飛んでた、癖が。こんにちは。何するでしょうかな、配信。やっほー。みんなヤッホー。今日はね、何時に起きたか全然覚えてないんだよね。気づいたら起きた。気づいたら起きてた。なんかね、何時に起きたか全然覚えてない。記憶にない。起きてね、すごいぼーっとしてた時間が長かった。8時台。起きてる時間覚えてない。寝たのは2時くらいでした。昨日はちょっと遅かった。前髪めっちゃ癖がついちゃった。何時まで配信しよう。みんな今日お休みじゃない方もいるだろうけど、とね、12時くらい終わろうかな。おやすみ。みんなおやすみか。今日何するんですか？私は今日はレッスンがあります。頑張ります。ちょっと癖ついてるから止めてる、一時的に。確かに寒いですよね、今日。安定に寒い、今日も。今日はドリカムのライブ、マジいいな。大掃除。なるほどね。大掃除の時期だよね、もう。大掃除か。始めなきゃ。見てます？大掃除。全然なんかギリギリになってバーってしちゃう。 ご飯食べました。朝ごはんもう食べましたね。もう食べましたね、割と前に。ちゃんとご飯食べてるよ。めっちゃ食べてる。生姜紅茶。生姜ね。
しょうがね。いや本当ですよ。温まるもの飲まないと。ちょっと。寒くても、うん、暖かくても出れない部屋が。カレンちゃんちってガチでめくるカレンダーとかあるの？ないですね。めくるカレンダーないですね。カレンダーが全然ない。カレンダーないんですよね。そうないんですよ。なんでって、私がって感じですけどね。めくってめくってって言っても言ってる人なのに。そう、めくるどころかまずカレンダーがないみたいなね。ね、ちょっとどういうことかいいって感じですけど。ちょっと来年からはしっかりカレンダーを置きたいと思います。カレンダーなんかなくても生活できるけど、やっぱ予定とかちゃんと見えるとこにあった方が。カレンダー置かないからなんか日付とか曜日とかの感覚がもうないんかな。常にキャラ守って。確かにカレンダーキャラ、カレンダーキャラじゃない、カレンダーキャラでやらせてもらってますから。確かにカレンちゃんの写真付きカレンダー欲しい。ぜひ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 どうぞ。そうね、スマホのアプリでもスケジュール管理とかしちゃうからね。でも欲しいですよ、日めくりカレンダーね。毎朝の日課にしたいんですよ、カレンダーをめくる。日めくりカレンダーって今時売ってますか？売ってるか売ってるか、別に今時売ってるか。売ってる売ってる。なんかさ、ひいおばあちゃん家とかに、ひいおばあちゃん家ってカレンダーめっちゃありません？なんかおばあちゃん家なんか一部屋に一個くらいカレンダー飾ってあった。夢くりカレンダーあったな。確かに私、そうね、松岡修造さんの日めくりみたいなの作って、作りたい。作らせて。ちゃんと毎日めくりたいですけどね。朝起きてなんかカレンダーめくるっていうのを習慣にしたいですけどね。でも私のことなんでね、1週間くらいね忘れといて、あっってなってブワーってめくってそうですけど。私のことなんで。来年の2022年の目標、カレンダーをめくること。
ガチの方だね。活動じゃなく本当のガチでカレンダーをしっかりめくる。自己紹介の時に、あ、本当はめくってないのかって思っちゃう。そうだよね、ちょっとがっかりさせちゃった。良くないですね。ちゃんとカレンダーを貫き通していかないと、あの自己紹介をしてはならないと思います。うん、ちょっと燃えちゃったな。イエーイ。もうお昼だね。なんか早いですね。早いね。あと少しで、ね、お昼だよ。イエーイ。イエーイ。ミス1月号買いに行ったら女性誌のコーナーになって恥ずかしかった。当たり前や。恥ずかしい。まあ確かにそうですよね。私もあそこにミスが置いてある。今日私はねレッスンありますよ。レッスンとかレッスンがあります。頑張ります。ね、頑張ります。メンバーに会えるので楽しみです。そうね、なんかね、てか今日何日？19か。そっか。もうどんどんね、なんかね、昨日とかにさ、友達が1週間後クリスマスみたいなことを話しててさ。でちょっとびっくりしましたね。あと1週間後にはもうクリスマスなんだと。早いですよね本当に。この前12月入ったばっかりっていうか、まあいいことですよね。こうやって早いと思うのは充実してるってわけですから。あ、ありがとうございます。あ、そっかそっか、48日目、毎日アイドル、イエーイ。スクショ、スクショ。
イエーイ、48だね。イエーイ、おめでたい。長そう、48日か。ありがたいですね。ありがとうございます。そう、今日メンバーに会えるから楽しい。頑張れる。お昼な、何食べようか。何がいいと思いますか。私最近毎日のように焼き芋食べてるんですよ何がいいと思いますかね。そんなお腹空いてないからね、もうちょっと遅めに食べます。妹ちゃん、サンタクロース楽しみにしてます。してます。なんか、うん、してますよ。この時期はね、ちょっとなんか言うことを聞かなかったりしたらね、あ、じゃあもうサンタさん来ないねっていうのが使えるねちっちゃい子はそう、それでね、動かされてます今の時期の小さい子たちは。そういうの本当サンタさんに感謝ですよね。あ、言うこと聞かんけん、サンタさん来んかもねみたいなそれをね、使えちゃうんですよ。ありがたいですね、感謝ですよ。休日の昼食は麺類のイメージ。パスタとかね、わかるわかる、わかります。麺ね、麺なんて、あ、食べた、この前ラーメン食べましたねラーメン食べました。うん、チキン南蛮いいな。サンタさん利用、利用っていう言い方したらちょっとあれですけど、じゃあまあ利用させていただいてますねいい、いい利用のしか、いや、いいか、いい、いいですよ、うん まだサンタさんね、いつまで。そうね、何が、なんて言ってたかな、もうなんか、あ、そうそう、リカちゃん人形が欲しいらしいです。リカちゃん人形なんかね、いいね、女の子、うん、私も6歳くらいの頃、もうリカちゃん、でも本当同じやなって思いました。私も6歳くらいの頃、リカちゃん人形でめっちゃ遊んでたから大好きでしたもん。プリキュアとリカちゃんで生きてたから、お、一緒だと思いましたね。永遠のグレンちゃん、オートミール苦手です。めっちゃ苦手だから、すごい味がなるべく、味と食感がなるべく出ない調理法で食べてます。なるべく消してね。苦手ですね、めっちゃ。わかんない、なんか最初、なんか食べる前からすごい、なんかまあ人によるじゃないですか、めっちゃ美味しく食べれるっていう人もいれば、本当にもう無理みたいな人もいて、すごい味が無理みたいなのをすごいイメージを入れといて、それでずっと食べてなかったんですよ。だから最初からそのイメージが強すぎて、そこから食べるようになったから、だこそもう苦手っていうのがすごいついてるのかもしれない、うん、苦手ですね。でもあの、なんかさやりんがオートミール蒸しパンの作り方を教えてくれてそういう感じで食べてます。リカちゃん人形も人気です。今でもめっちゃ人気、超人気ですよ。かわいい、もうかわいく進化し続けてる。
洋服とかね、すごいですよね。でも私は6歳くらいの頃本当にプリキュア、もうプリキュアの大ファンだったんですけど、妹はなんかまあ普通に好きだったけど、今はそうでもないか。まあそうね、でも鬼滅とかが今流行ってるからか、すみっことかね、もう私リカちゃんとプリキュアしか見てなかったですもん、ね、もう一筋みたいな感じだった。 大好きでしたね。あと仮面ライダーとか、うん。なんか私の妹は本当に好きなものがばらけすぎてしかもなんか私はプリキュアの大ファン、プリキュアしか勝たんみたいなタイプだったけど、妹はあすみっこ暮らしも好き、リカちゃんも好きみたいな、プリキュアもちょっと好きみたいな浮気みたいな、なんかすごい何でもかんでもちょっとずつ好きみたいな感じだから、おもちゃとか余計ね増えちゃいますね。それは難点だよね。何でもかんでも買わないといけないですから親みたいな。そう DD ですね。 DD すぎて物が増えちゃう。仮面ライダーはその弟がねいたのでね、いた今も言いますけど妹弟がね、そうそういたので、年も近いので、ね、一緒に見てたので好きでしたね。そんな覚えてないけど好きでしたね。うん、そうそうなのよ、いろいろ好きすぎてね今の子は私は割とイージーズだったかもしれない。でもそんなプリキュアも小学校入学と同時に卒業しちゃったんでね伝説の友達の言葉で。変身ベルト私は持ってなかったけど、弟はすごいなんか剣とかベルトとかいっぱい集めてました。だから一緒に遊んでたかなっていうのもあるかもしれない。卒業早いよね本当に今思えば。小学校1年生だってプリキュアいっぱい見ときなさいよって感じだけど、その伝説の友達の言葉が本当に入ってすぐとかだったけど、そのお友達がね、その友達も会って本当に数日とか、まあ、そこまで仲良くもまだなってない時だけどね、そうプリキュア好きなのみたいな言われて、ね、でもう卒業しました。そこでそうプリキュアになりたいと思ってたもん。マジでマジで。だからそんなね周りの言葉はね気にしないべきですね、うん、でもリカちゃんはずっと遊んでました。今リカちゃんそうね、楽しみですね本当に。もう我が子のようですけど、我が妹の
もね、お勉強、まあでもどうだろうな、お勉強も心配ですけど、えでも私とか本当お勉強嫌いだったんですよ。漢字以外、漢字とかひらがなとかのお勉強は好きだったけど、もうそれ以外がでも本当に嫌いだったんですよ。でも私の妹はこの前話してたらね、なんかお勉強、お勉強なんかね、お勉強が楽しみみたいなこと話してたの。なんか覚えてないけどそんなうまく覚えてないけど、すごくないですか、もう天才だって思いました天才だって思いました。なんかちょっと前まで小学校嫌だみたいに言ってたけど、何が楽しみみたいに言ったら、お勉強みたいなことなんか言ってたんですよ。もう天才ですね、あの子は天才だと親バカみたい。でも私は算数が一番嫌いだったんだけど、算数が一番好きらしい。だってまだ6歳ですよ、6歳で年長さんってどんなか分からんけど、もう足し算とか、足し算とかやってやるもんなんかな、私全然記憶にないけど、なんかプリント、幼稚園からプリントとか持って帰ってきてさ、足し算をいっぱいしてるプリントみたいな、え年長さんってこんなやったっけってちょっと思ってるんですけど、今の子たちそうなんですかね。いや未来明るいですね足し算のなんか計算がいっぱいバーって書いてるプリントとかさやってて、すごいですね、多分天才になると超親バカみたいですけど、私は国語、教科だと国語が一番好きでしたあのそうね、なんかあんま考えんでいいやん、算数とかすごい嫌でしたね、なんってなる、できない、できないのが嫌すぎて。国語のテストとかなんか勉強しなくていいじゃないですか、そんな考え、考えるってわ、訳わ、わけじゃないやあんまり、うん、カレンダーさん英語ダメそう、あダメですね、全然全然ダメです、何もダメ、何もダメ、うん、いやいいですね、頑張ってほしい、頑張っ、そうね、まあ、楽しく過ごしていただければいいです。歴史も大っ嫌いでしたね、なんでこんなこと勉強せんといけんのみたいな切れながら勉強した逆に地理とかはすごい好きでしたけど、歴史がマジで嫌いだった、歴史、うん、そうね、なんか楽しく学べたらいいですよ、良さそうだけど、ほんとなんでこんな昔の人物とか覚えんといけんねみたいな、将来何のためになるんですかみたいな、切れながらほんとバカですね、ちゃんと勉強して、その勉強するってことが将来大切になるっていうことなんか分からずに、なんでこんなこと覚えないけんねんみたいな感じでやってましたね、反省です、今更後悔してますね今更、うん、そうそう、感想文とか逆にね、そういう作文とかは嫌いじゃなかったんです、まあそれぞれだね結局人それぞれですね、ここを考えるか、考える、考え、でも考えるかな、あ、そっか、なんか算数とかさ国語なんか考える脳が違うじゃないですか、こっちに国語に偏りすぎてた、なんかもう 文系脳に偏りすぎてたのかもしれない、 数学系の脳こんだけしかないみたいな、まあ、そんなのは言い訳でちゃんと勉強しなかったからですね今更、まあ、勉強すればね楽しいもんですよね、じゃ勉強ね、しゃあ、まあまあまあそうですよね、
まあ、最初が大事なのでちょっとそうですね、頑張ってほしい妹に。もう自分は諦めてる諦めてるとこあるけど、まあ、私は楽しくアイドルできてるんでいいですね。結果往来結果往来です結果往来か分からんけど、今こうやって楽しく皆さんと一緒にアイドル活動ができていることの方がもうとても素敵なことなので、結局ね、結局もう人生ハッピーに過ごせてるんでいいんですよ。イエーイイエーイ。そう、今が良ければ全てよしみたいなそうですよね。もう今こんだけハッピーなんでね、勉強でやらなきゃいけない時やればいいんですよ。超バカみたいなこと話してるね、もうでも、いや、いいんですよ。すごい、やだ、なんかめっちゃ今日私がめっちゃバカみたいに、私はそんなバカじゃないですよ。バカキャラって言われてくないから、真面目キャラなんで、私は真面目キャラです。キャラ真面目です、真面目です。キャラとかじゃなくて真面目です。そう、真面目に過ごさせていただいてますあ、もう12時過ぎてる。じゃあ終わりましょう終わりましょうか。いやー、イエイみんな今日もね、日曜日ですから、あ、日曜日ね、楽しんで、明日から頑張りましょう。今日ちょっと夜配信できないから、あの、今日も、あ、頑張りましょうイエイ。いやー、レッスン頑張ります。頑張る頑張る、めっちゃ頑張る。そんな今日は大変じゃないけど、頑張るんば。ではランキングを読みます13位モッサンさん、ありがとうございます。12位トリオエイジさん、ありがとうございます。11位ももじさん、ありがとうございます。10位まさやさん、ありがとうございます。9位ひがさん、ありがとうございます。8位関西エイトウシさん、ありがとうございます。7位おまめさん、ありがとうございます。6位まぼろしさん、ありがとうございます。5位ももかんさん、ありがとうございます。4位ルカさん、ありがとうございます。3位ラボーナさん、ありがとうございます。2位ポクレンパサランさん、ありがとうございます。1位昔から王人さんありがとうございます。イエーイ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 、ありがとうございました。ではまたね、ありがとう。